あ、戻ってまいりました。戻ってまいりました。ショットカットも全然見えんけ。今日はあの、はい、貸し切り状態らしいのでありがたいことに。そうなんだ。じゃあまずは回しやすいネパールを見たいのであっちから入りましょう。ただいまここでネパールを、はい、で、あのフグの料理とか、うん、その旅館の料理やってもらうけど、はい、ちょっと楽しみにしたいからあえてちょっとメバル料理だけ見て、はい、完成は部屋で待っておきましょう。ああなるほど。その間風呂入ったりしてね、はいはいはい、メバルだけ見せてもらいます。まずはい、はい、いっぱい、うわい、大量になったね。結構主を刺身にお願いします。マジ鮮やかにサバキンシャケ魅力だけで楽しいもん、いつも。うん、あら、ぬし縮んだかな。ね、っていうか全体的に縮んだように見えるね、やっぱ、うん、向こうで見るとでかいよ。あんなに興奮した魚には見えないな、あぬし。もっとでかかったよね。でかかった、でかかった、50センチは超えた。やっぱ毎回こうやもんね、なんか実際見たらね、ね、縮む、本当に縮んでんのかな、それとも興奮。いや、縮んでると思います。多分縮んだわ。縮んでるっすよね。ただやっぱ、あの宗男君の渾身のボケばずっとなかった。あ、なんていうこと。今まで釣った時には50センチはあった。あ、そんなこと言うの。よかった気づいてた。危ない危ない。危なかったね。気づいてたの最悪やった。消されてたね。おお、手首のスナックが切れてる。おー、だから煮付けにするときとかもこれでおしまいかな。何が起きたかわからんやつ、ね、いやかっこいいですよね、なんかフィギュアのね、ね、プロの料理人のかっこいいよね。あ、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。これは刺身の。いや、これじゃもう全部唐揚げに。唐揚げ、この背中裂く唐揚げ美味しいもんね。どこまで裂いてるんですか。これはな、あの、はい、骨を全部取りたいの。へえ、あ、なるほど。これ骨がすぐ喉に刺さる。全部取れるんですか。取れる。あの、あとは骨抜きで全部抜くけど。はあ、ちょっと見たい。あ、もうあばらまで裂いてる。ああ、なるほど。え、そんな唐揚げ食ったことね。本当？ね、ここまで開いてるのはあるけど、ね、本当や、そこまで取るんだ。あ、すごいすごい。え、すごい。すごい。毎回びっくりさせられるね。このさばいてるとこを見たら。これであとはこの腹ごと中骨を全部骨抜きで抜いてしまって、これも中骨もちゃんと抜くんですね。すごい。手間がかかるね。ですね、ちゃんとした料理を。いや、本当は多分これのままでいいんよ。そうっすよ、そうっすね。上がる。いや、めっちゃ綺麗に上がりそうじゃない。ちょっと胸をくっつつ、一回見せてください。この状態で上げるって。まあ、今からこの腹骨と中骨を抜いていって。ーすげえ。だ、子供に食わしても安心。あ、そうっすね。うん、だって言うてこの短時間でもう5匹目やん。だよね。うん、いやでも本当釣り しない人もさ、釣りしない人も釣りプランじゃなくて普通に泊まりに来てほしいね。うん、あっち海が朝見えてめっちゃ綺麗やし、うん、やっぱいい人やし、やっぱいい料理もこうやって美味しいもん。ちょっと息抜きに、息抜きというかね、あの人生に疲れた人って言ったらおかしい。なんて言えばいいんだろう。なんかね、そうですね、リフレッシュ、そう、それリフレッシュに来てほしいな。早っ。もし先輩ともし気が合えば釣りに連れてってもらうね。はい、でまた夜お酒も、あ、そうだね、いいこともあると思いますね。ねえ、だけ視聴者さんも釣りしない人も来てほしいよ ね。すげえ、俺ら楽しいもん、ここ来たら、うん、楽しい、毎回楽しいって思って帰るけん。安を言いたい人はね、ぜひ君は呼んでもらって、そうそう、安に会いたい人は言ってます。駆けつけるらしいけど、駆けつけるよ。その代わり、あの、
安の分も払わんというか確かにねそのリスクだけ安しれーっとご飯食って金払んで帰るけ安の分払わんというかその時は本当に心の中で安安言ってよか安めっちゃ早かった早かったすごい骨抜きかな腹骨ももう一緒に骨抜きで取ってしまう。あばらですか。そうそうあばら。へえ。取れるか。いやそんな食べやすい唐揚げ食ったことないけど楽しみで、ね、かぶりつけるってことや。そうそうそう。めちゃくちゃ映画だやん。うん。かぶりつける唐揚げ食ったことないよね。うん。はい、そして骨抜き終了刺身刺身そうお刺身ですこれお刺身そのまんますねすげえにしたいけどせっかくなら見てて上手さー、マジ綺麗ね、へえ真似しようとしても本当ならんもんな、もんね、綺麗今までだってあんなに粘るで目に残ったことないないよねメバル身が綺麗白くて骨をあなるほど、うん、骨頭の方上じゃなくてこうに向かって抜くんですね頭の方こう斜めこんなもんよメバルの骨あそうなんだ、うん、ここからもねあそうなんですねやっぱ楽しいプロの料理を見ると橋本さんのも見ると面白いうんうわーうわーいあ、ほんと俺初めて見たくるってするねあの皮とあれの間の油がって感じですかプルプリッとそうだねあーそれうまそうなプリッとプルンの間ぐらいめっちゃうまそう何を警戒したいもんだねああ俺そんなガッツリメバルに対してこう考えて食ったことがないけんさ、はい、ほぼ煮付けで食うけん、まあ、でも煮付けうまいもんな、うん、煮付けメバルのお刺身をそんな食べたことがなくて絶対ポン酢でメバルはマジでうまいって言ったら、うんうん、食べた瞬間からやたらメバル釣り行こうそうなのようわー、うまかろうぜはらららら魚臭いよマジ、釣りプランでさいやいや、ほんとにね、一緒にてか、釣りプランで釣り行ってさ釣ってきたやつをこんな丁寧に料理してもらったら、うん、最高、あ、料理まで入ってるんですかそれは。あか、その、食べたいって言ったら作るし持って帰りたいって言ったらそれにするしどうやろうね最高ですね本当あのプライベートで来たいですもん ねいや俺マジで俺ら徳ちゃんとさ一緒にプライベートで来ようかって話しよったもんねプライベートで彼女と4人で来ようかってめっちゃ言いよったさ今度ね連休取れる時にでも本当に楽しいよね絶対楽しい骨が出たあったかあらー
絶対うまい。絶対うまいね。絶対うまいね。あんな綺麗に巻いた刺身に何本も絶対うまい。興奮するね。興奮する。絶対うまい。やべえ。すごっ。あとは、出すときにカボスとネギとモミジを一緒。で、一旦。これ、片栗粉ですぐ揚げたらダメ。なじませる。馴染んで、ちょっと水吸った方が、粉がパーってならないし、カリッと揚がる。そうなんですね。全然知らんやった。ちょっと水吸った方が。ちょっと徳ちゃん、待って。開けながら、塩酒、それは見て、ほら。お腹もこう開けた感じで、ほら、見て。ちょっと浮いてますよ。開けて、こう入れようか。それは、ちょっと余計なこと言うんだけど。おー、すごい。ね、開けて入れようか。わー。もうよかよ、もう言ってよかよ。ちょっと水を吸わせて。もうよかね。すげえね。おー、すげえ。おー、すごい。めちゃくちゃうまそう。めっちゃうまいやろね。だってこれ釣りも楽しくて、はい、食いたか。ご飯も美味しかった。もう最高やね。はよ食いたか。さあ、お部屋に行きましょう。海が見えるいい部屋を多分選んでくれてるよ。浮島。それだけ失敗しちゃいます。邪魔します。あいちゃん、あら、安が寝るところどこ？中に。うん。おー、あら、ここから全部海みたいよ。めっちゃいい。月が出てるって。わ、ほんとやん。あの月、見覚えがありますね。マルフレームや。ちょっと開けさせてもらいます。開けていいですか？開けていいですか？ほら、綺麗な日本庭園、バルブレーブ。なんでつっちゃんねるの布団中ごた。片隅ね、大丈夫っす。お酒さえあれば。また夜の間ボリボリしますよ。さあ、お風呂も上がりまして、はい、隣ご飯用意してくれてるらしいので、はい、行きましょう。行きましょう。うわー、すごい。女も子供、寿司うまそう。うわー、めっちゃうまそうよ。まだ見せません。なんで見せてあげて。まあ、そうだ、はい、嬉しい。あらー、これ、カワハギのお寿司、フグのお寿司、フグのお寿司やなか。フグじゃねえかな。フグのお寿司よ。うまそう。それが、ぬやくんの。いやー、すいません、ねぬし、失礼しますよね。さあ。うわー、来たぞー。やばっ。でかっ。うわー。やばっ。でっかっ。でっかっ。このでかさ、わかるかな。すごい。やばっ。これはいいですね。数日前はこれ俺したけど。ぬくも乾杯で。セルキーかな。今日は釣り楽しかったです。乾杯。ありがとうございます。お疲れ様です。くぅー、ごめん、うまい。うまい。じゃあ、いただいていいですか？いいよ。まあでもメバルからいくか。寿司食いたい。どうぞ。あ、そっちね。はい。じゃあメバルのお寿司いただき、あ、お刺身いただきます。いただきます。はい。ポン酢で。はい。いただきます。うまーい。うんだよ。うまっ。うまい。カボスかすだちも効いて。カボス。うまい。カボス。うまい。皮のプリプリしてうまい。おいのつったんですけど。そうだよね。むねくん、先に食ってごめんね、むねくん。むねくん、頭ばもガブッと。いいやろ。いただきます。
ちょっと失礼して。わあ、うまい。よし、唐揚げ食おう。じゃあ、ちょっと唐揚げもいただきます。あとはちょっとカゴスしてもらって。はい、ちょっと唐揚げ食う前にちょっと待って、うん、これ、大学つったらめっちゃうまかね。でも美味しかね。めっちゃうまいね。めっちゃうまい。え、これかぶりつける唐揚げってやつですね。あ、そうそう、骨ね。え、あ、そうやね。かぶりついてみます。人生初。いただきます。あ、うまい。うまい。うまい。いただきます。そうね、カモスターすだち絞りたいんですけど、うん、あ、そうか、そう、俺アレルギーがありまして。あ、そうなんですか。はい、でもこの入ってる分は大丈夫、はい、大丈夫です。うん、絶対こぶりつけて、かぶりつけるのめっちゃいい。うまい。かぶって切るのがすごい。いただきます。かわいい顔。怒られろ。うまいね。うまっ。ねえ、っていうかメバルをこんな口いっぱいに頬張ることなんてないやん。だよね。もうさ、カメラ置こうか。もう置こう。もうこれもうね、食おう。こうしていただきます。はい、うまいね。唐揚げ一瞬で食ってしもうた。じゃあフグ、フグ行こう。だいぶ欲張った。ごめんなさい、ちょっといただきます。いただきます。いただいていいですか。あー、ダメです。うん。うまい。はい、おいよー。これ何の唐揚げですか。フグのカマの。いやー、こんな大きいんだカマって。だからこれを出すと、うちで使ってるフグこの大きさですよって。わかるよな。大きい。絶対うまいやん。絶対うまい。まだタバコ吸いよらす、あっちは。今日も先輩殺す気やろな。なんで幸せすぎて。幸せ殺し。突合かな。もう酔っ払ったんや、とくちゃん。いや、酔っ払ってないです。熱感まで準備して。こっち。そうそうそう。あ、はい。じゃあいただきます。本当だ。うまっ。どっから声出てるの。マジ、むちゃくちゃうまいね、これね。むちゃくちゃうまい。マジ、マジかぶりついてしまうね、うますぎてね。これバカみたいにうまいわ。マジでバカみたいにうまいね。あ、もうほんとちょっとでも残したくないもん ね、俺もね、しゃぶり尽くしよう。なんでここで食べられんかもね。ね、なんならさ、この衣だけ食ってもなんか風味がして美味しいもんね。さっきのパーが、あの、これだけおかわりをする人がいるって思ったんですね。わ、うんうん、分かる。めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。マジ本当このフグコースで泊まりに来てほしいよね、視聴者さんもね。そしてあのいつも中井さんがするのを自らやってもらって。こんなにいいのかな。ようわからんでいいじゃん。いつもの先輩の表情じゃないですもんね。なんかものすごい。ここだけすげえ不安。なんこれ、なんかほら見たことない、すげえうまそう、ほら。おー、すごくない。わー、マジでこれね、嬉しかろうね。おかしくない。おい。やっぱできとろ。できとろ。あらあら、まあ、全然想像できないんですね。そうやろ、そうやろ、そうやろ、うん、これちょっとすみませんけど、麺の子としてこういうの入れても、いい、ちょっと俺もしゃぶしゃぶ。うまうまいね。消えたりしたらもったいない。じゃあいただきます。いただきます。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。